はい、こんにちは。重工部のフラシーです。いつも動画をご覧いただいてありがとうございます。前回キャンプの動画の中でねご紹介したものをちょっと今日改めてご紹介したんです。今回はですねオルタスさんという会社のご提供でカシミヤのブランケットのご紹介をしたと思うんですけども、これね本当にキャンプに1枚持っていくといいですよ。大きさもちょうどよくて、これをハーフサイズっていうそうですけども、1m40×1m で重さはね 600g って言ってますけど、まあ、非常に軽いですね。軽いんだけどしっかりあったかいんですよ。なので今日はこのオルタスさんのブランケットのご紹介です。じゃあ行ってみよう、レッツゴー。ああ、おはようございます。鹿が鳴いたね今ね。ちょっとよく眠れましたよ今日は。かなりあったかい、このベアーズロック、それとねカシミヤの毛布じゃないんだけどさ、ブランケットあったかいですね。これこういうのってあったかいんだね。ああ寒かったね昨日。2度か。今回のキャンプは冬のキャンプの練習のつもりで行ったんだけど、マイナス34度まで耐えられるっていう寝袋は一応持ってきましたけど、それでもね寒かったんですよ。でネックウォーマーはしてたんですけども、まあ、これもカシミヤのねネックウォーマーしてたんだけど、それでもちょっと夜中に目が覚めて、でふと思いついてこれですよ。このブランケットをこう胸元にかけてみたんですけど、私実はこういうの初めてやったんですね。キャンプで毛布をこう持っていくって初めてだったので、こんな風にこう首元に胸元っていうのかな、胸元にこうやってかけてみたんですね。はい、そうしたらね朝6時まで朝5時半までぐっすりというか一回も目が覚めませんでしたね。はい、それぐらいこうあったかかったですね。っていうかあったかいのと、ここを温めなきゃいけないんだなっていうことが分かったんですよ。結構長いことキャンプやってますけど、今までは首元を温めなきゃと思って温めてましたけど、もっと下だね、もっと下を温めなきゃダメなんだなというふうに思いました。冬のキャンプで夜目が覚めちゃうという方はこういうもの1枚ね、まあ、別にカシミヤじゃなくてもいいかもしれないけど毛布1枚持っていかれるといいと思います。で中でもねこのカシミヤっていうのはやっぱり性能が非常に良くて、これは特に天然素材ですね、天然素材、あとカシミヤとシルクと綿花の 100% 天然素材で作られてて、でこのオルタスさんのやつは特に全て国産っていうか日本国内で作られているという、まあ、そういった売りもあるんだけど、まあ、そういう意味でも丁寧な作りですよね。なので、まあ、毛布1枚ね持ってかれるといいと思います。ひょっとすると下手な高い寝袋1枚持ってくるよりも、もう普通の寝袋プラス、まあ、カシミヤの毛布なんか1枚持ってかれる方がよっぽどあったかいのかなっていうふうに気がしましたね。カシミヤっていうのはこう、まあ、発散される水分ですね、水分をこう吸収することで発熱する性能があるんですね。だからこうダウンとかフリースなんかと違ってこう触るだけでねちょっとあったかい感じがするんですよ。いわゆる発熱してる感じだから、こう乗せておくと本当にポカーッとするんですよね。それぐらいちょっとこう普通の毛布と違うなという気がしました。まあ、普通の毛布もそうなのかもしれないけど、カシミヤは特にそういう性能があるそうです。はい、なので、まあ、私はこれアウトドア、ね、このハーフサイズは特にアウトドアにキャンプに1枚持って帰れることをもうお勧めしたいですね。キャンプ初心者の方は特にね足先を冷やさないように足先を温めようと思って靴下履いたり、北海道入れたりするんだけど、むしろね足先はそんなに温めると逆に眠れないですね。とにかく足をあんまり温めないことですね。早く寝るには足を温めないということと、でむしろこう外側をね温めることですね。だからこれまさにこの深部体温じゃなくて表面体温を上げるのにはこういうカシミヤの、ね、毛布なんかがぴったりなんだなということが、まあ、理にかなってるなということが分かりました。はい、なので保温だけではなくてこう何発熱だから回路代わりにそのカシミヤの毛布なんかを使われブランケットなんかをね使われるといいなというふうに思いました。でこれはクラウドファンディング幕開けさんで今クラウドファンディング中ですね。でお値段が、ね、意外と安くてこのハーフサイズで13,000円、フルサイズだと16,000円からねクラウドファンディング中です。なので、今回のクラウドファンディングだと、まあ、今申し込めば今年の冬には間に合うということだそうですから、もし興味のある方は概要欄からですね詳しくチェックしていただいて、
まあ、あのお役に立てていただければと思います。まあ、とにかくね今回のキャンプはね、まあ、冬の練習のつもりで行ったんだけど本当に寒くなっちゃって、まあ、ちょっとびっくりしましたけども、まあ、ともあれそのこういうブランケットのおかげで助かりました。やっぱりこれからもねずっとこのブランケット1枚こう揃えておきたいなというふうに思いましたね。はい、ということで皆さんももしキャンプでね夜寒くてね目が覚めちゃうような方、そういう経験がおありの方はひょっとすると胸元を温めてない可能性があるということですよね。まあ、こういうカシミヤの毛布なんか1枚ご用意されるといいかと思います。はい、ということで今日はですねオルタスさんのカシミヤブランケットのご紹介でした。もしよろしければね、概要欄をご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立つね情報をお伝えしますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ヨアさんさらカシミヤってさあ発熱するんだね。知らなかったそれ。こういうのも本当にちょっとこう勉強しないと知らないこと多いね。まだまだね高いものには訳があるということですね。さよなら。